今日は、カンカン照りから解放された、曇りのお天気になりました。それで、久々に沿線をサイクリングです。どうせなら、インスタ360、1X にを、リュックの肩紐に取り付けての、サイクリング動画を撮影します。なお設定は今回はいつもの360度撮影、ではなくて片側レンズだけで撮影する、ステディカムモードとしました。ステディカムモードについては、手ブレ補正の超安定ぶりに、定評ありますが、事前に検証動画も作成してますので、ご参照願います。チャリは、低速ではフラフラしてますが、背景は、微動だにしませんね。というわけで、インスタ 360-1X に、ステディカムでの、超安定サイクリング動画スタートです。さあ、行くぞ。